はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをやっていきたいと思います。森で鍵を手に入れてですね、これなんかで見れんのか、アイテムどれだ、あ、下にあるか。これテールの鍵、不思議の森の奥で見つけたということで、海岸のところに行けと言っていたので、フクロウがちょっとそちらへ向かいたいと思います。やっぱ歩くのがちょっと遅いな。どっちだ、こいつ倒していこう。ハート3パワーしかないっていうのがね、ちょっと心もとないけど。あ、なんかあのここっぽくない、意外に近かった。同じ形してるじゃんこれ。開く、すげえ仕掛けだな。鍵穴に差し込むと鉄格子が外れる、どういう原理なんだろうか。やっぱりね、ゼルダの伝説といえばこういうダンジョンの謎解きが醍醐味ですからね。テールのほら穴、まあ、最初なんでそこまで複雑なことはないと思うけど、メットみたいなのがいるな。これは落とせってことか、落とそう。ここなんかありそうじゃん。お、あ、なんか出てきた、小さな鍵か、あったね。なんかさ、テコ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 ンの音がなんか変じゃん。小さな鍵を手に入れた、鍵のかかった扉が開くぞと。宝箱、閉じ込められた。これも全員倒せばいいっていう、多分そういう感じかな。おお、炎が、お、コンパス、いいね。ボスと宝の場所が分かるぞ。さらに鍵が近くにあると音で知らせる新機能付き、いいね。音って、まあ、なんか鳴るんだろうね、ピコンみたいな。おお、お、ない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 、いいね。力のかけら、メット落とすか。じゃあこれ踏もう。おお、宝箱、いいね、音が鳴るっていうのは。小さな鍵2つ目か。左か右、どっちから行く、右から行くか。じゃあ骸骨、あれこいつなんだ、どんぐり、守りの木の実、これはどうすればいいんだ。とりあえず全員倒そう。あれ、普通の宝箱は音が鳴らないのか。小さな鍵があるときだけ。あ、マップ、やっと地図を見つけた。マイナスボタンでマップ画面を見よう。やっとっていうか、別にそんなに苦労してないけどな。あー、いいね、宝箱結構あるな。てかそこそこは広いね。これボスでしょ。ボスの奥にもなんかあるね。ここ上に行けますと言ってるな。あ、そういうシステムで、右側に小さな鍵で開く扉があるんで使っちゃいましょう。この電撃くん厄介そうだな。あべあべあべ、これあっち行けないよね。ちょっと上、これ何、ちょっとやる。あ、外した。これ何色に揃えばいいの。とりあえずハートにしてみよう。ハート、いて、クラウンかい。宝箱、とりあえずハートを回収しよう。なんだこれ、石像のくちばしを見つけた、フクロウの石像を探そう。すぐそこにあんじゃん。トゲ鋭きもの、ん、トゲ鋭きもの、盾にて弾き飛ばすべし。あ、そう、大した情報じゃないな。なんか普通にやりそうな情報だけど、いって、イモムシ、あ、音が鳴ってる。え、これ
ちょっと取ろう。あ、鍵だね。クリスタルみたいなの破壊できるよ。できる。閉められた。邪魔。ちょ、どこへ行く。で、開いて。あ、これここか。なるほど、こっちからも行けるよ的なね。で、あそこなんか爆弾っぽいよな。いや無理だな、爆弾がないと無理だね。これは、これは。で、ここも小さな鍵か。で、このスパークマンはちょっとこのまま素通りして、マメコロみたいなの邪魔だな。このまま行こう。で、また袋。道、閉ざされし部屋の扉、四角のブロックを動かすべし。四角のブロックを動かすべし。動いた。開いた。え？もう動かせない。そんな簡単でいいの？あ、トゲ。痛え。なるほどね。おいしょ。おいしょ。あれ？階段が出た。ハートを取りたかったけど取れない。なんだこれ。え、 2D になって、 2D になってんだけど。クリボー踏めんのかな。踏んでみよう。踏めた。ハートをゲット。なにこれ。これゲームボーイ版にはなかったよね。新しい要素かな。これ何、ハートさんって。取れないんだけど。てかジャンピングだな。たこれ宝箱、なんかジャンプの羽みたいなのがあったよね。よし、これゲットゲットゲット。ロック調の羽、なんだか体が軽くなる。ちょっとアイテム欄、これ X に装備したい。で、これ Y。 お、いいね。ジャンプで、ジャンプ。これはハート3つ分ってことか。これ、こっからジャンプできる。できる。なんかいいなこれ。この 2D 画面で、ここももう用はないでしょ。で、ここジャンプでショートカットできる。で、待って、ジャンプ。いたジャンプができればいろんなとこ多分いけんな、これ。芋虫なんな、ハート。あそこに鍵付きの、なんだ、なんかがあるね。いいや、ジャンプしよう。あ、あいつ落ちないんだ。これは何の音？おお、ボスの鍵も鳴るんだ。ボスの部屋か。どこだ？こっち行ってない。あのジャンピングするところ行ってないよね。右側にあった。これ月がいいんじゃん、この右。こっち側に行ってみましょう。おお、これどうせジャンプして飛び越してあいつに攻撃しろってことでしょ。やらせはせん、やらせはせん、やらせはせんぞー。もう先にジャンプしとこう。雑魚が先手必勝。これ何、キノコみたいなの。あれ、なんだこれ。え、これ何、これワープ。あ、入り口に戻ってきちゃった。別に入り口にはいたくないんだけどな。一応ここまでワープできるよっていう、そういうことか。先へ進んでいきましょう。おお、びっくりした。階段があるね。この階段行ってみよう。また 2D、 変なドクロみたいなのがいる。ハート。え、これ何、これ上向くとさ、一応向けんだけど、下横上みたいな。貯められる、シャキーン。あれ、これなんだ、これだけ、特に何にもなし。え、わかん。とりあえずこっち、ボスの部屋行ってみますか。
パワーが3っていうのがマジで心もとないんだけど。ガフフ、よそ者、邪魔者。デグテール、これはあれかな、ここかな。ほら、待って、これあれかな、効かないかな、この時は。あ、開いた。ちょ、待って待って待って。あー、なるほど、一定時間経たないと開かないか。それまでちょっと逃げ回ろう。あれ、待って、いて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 、チャンス、いて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 、やばいやばいやばい、やべやべやべ、3パワーしかないかな。くらい、オッケー、爆発してるし、粉砕した。ハートの器、やったぜ。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。ボスを倒すとね、ハートの器が手に入るんで。で、この先か、なんか置いてあるね。満月のバイオリンだ。なんで満月のバイオリンという名前を知ってんだお前は。もしかしたらそういうバイオリンじゃないかもしれないじゃん。沼、花咲く沼に新たな道が続いている。とりあえず戻るか。また袋。それこそセイレーンの楽器。やはり坊やは本物じゃ。度重なるブレを許されよ。その楽器は風の魚を起こす力を持っておる。楽器は全部で8つある。8つ全て集めるのじゃ。わしは坊やの行くべき道を示さんがため使わされたもの。北にあるゴポンガの沼に行きなされ。ブレを許してくれみたいなこと言ってたけど、結局坊や呼ばわりだからね。そこは直らんか。これここジャンプでいけんじゃん。おー、いいね。じゃあこれでジャンプして先へ行けるようになるか。なんだ、大変大変だよ、大変なんだよ。森分、モブリンじゃなくて森ブリン、森ブリンがたくさん入ってきた。集まって、ワンワンのいる家でなんか自分で確かめた方が早そうだよ。おばちゃん大変ざんす。うちのワンワンが森ブリンにさらわれたざます。誰かワンワンを助けて。キャンキャンとかに話を聞いてみよう。キャンキャンキャン、特に何にもなし。こいつは、私おしゃれが大好き、ピチピチボディのキャンキャンよ。なんか可愛いアクセサリーが欲しいな。ワンワンが連れ去られたことに対して全く無関心だな。自分のおしゃれの方が大事か。マリンちゃんは、タリンはお家でお昼寝している。私は歌を歌う。ワンワンのことなんて誰も気に留めてないんだけど。ちょっとゲーム屋さんに行きたいんですよね。ここ少しお金が貯まったんでゲームやっていきましょう。今流行りのゲーム、10円やろう。ボタンを押してクレーンを動かす。あとはそのタイミング。横奥、いいんじゃない。よし、狙い。お、これすげえ、一発撮りかな。わかんねえ、アームの強さがどれくらいか。よし、がっちり掴んだ。いいね。あとハートの器欲しいな。じゃあ、もう一度やってみる。こうでしょ。ほい、ちょっと動くんだよね。ほい、いいんじゃん。いや、クレーンゲームはね、そこそこうまいからね俺。
女の子のために、あえ、あんなに動くの、もう無理だよそこそこうまいからねみたいなこと言ったけどさこれダメでしょ。え、これ一回外に出た方が良さそうじゃん。ちょっと一回やめよう。女の子に取ってあげるために結構お金積み込んで勉強したからね、いろんなゲームで見かけるなって。配置元に戻ってるよね。店員さん、あ、それヨッシー人形だ。兄ちゃんすげえな。いいな、うちの母ちゃんが欲しがってた。知らん。そんなことより俺はハートのかけらが欲しい。あ、あれか、あ、キャンキャン人形みたいなのになってる。後ろの動いてるやつは多分魔法の粉と盾だよね。盾は今持ってるやつと一緒でしょ多分。まずはハートのかけら、ちょっと行き過ぎた、ちょっと右だったね。どうだ、掴みます、あげます。おお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 お、いいんじゃんいいんじゃんいいんじゃん。おお、一発撮り、一発撮りっていうか、まあ現実的には2回だけどね。あのキャンキャン人形みたいなのをちょっと回収するか。じゃあ奥だからな、キャンキャン人形ちょっと小さいからな、悪くはないと思う位置的には。ちょっと奥だった、ちょっと奥だったね。でアームはね結構強いからね、結構ガシッと掴んでくれる。これいけたな、オッケー。いやもういいや、よし、ハートのかけら、こいつは珍しいぞ。もう一個キャンキャンのフィギュア、どこかに飾ってみよう。ただ飾るだけかな。アイテムどうなってる、ちなみに。あ、貝殻がある。まあいっか、それは後で。貝殻もなんかコレクター、コレクターっていうかなんか収集用っぽいよね。秘密の貝殻、町のあちこちで、町じゃねえや、島のあちこちで見かける綺麗な貝殻1個って書いてあるからね。あれ、ここにキャンキャンフィギュアがある。坊やに話そう。オイランチ、ここから北の入り口が2つある家。金をゲット。てかさ、この村の音なんか嫌なんだけど。どっちだ、こっちか。あ、ここだね。おばさまにあげればいいのかな。ママーシャ、あら、そのヨッシーの人形をこの子にプレゼントしてくれるかい。いいよ、やだよーん。あら、残念だね。ただであげんの。まあいいよ、あげるよ。優しいね。そうだ、代わりにこれをあげよう。ヨッシー人形とリボンを交換した。これも交換できるかも。なるほど、そういうシステムか。わらしべ長者イベント的なやつね。ジャンプで飛び降りよう。リボンってさ、さっきのキャンキャンがつけてなかった、キャンキャン人形が。私おしゃれが大好き。そのリボンめちゃかわいい。ドッグフードと取り替えて。まあいいよ、ラッキー、ありがとう。じゃあドッグフードと交換ね。リボンとドッグフードを取り替えた。ビーフがたっぷり。まあ、じゃあ街はこのくらいでいいかな。その上のなんとか沼に向かいましょう。森を抜けていく感じだよね。もう分かんねえ、どっちから行けばいいのか。これちょっとヤリマン強えな、結構厄介だぞ。力のかけら、あれちょっと速くなる力のかけら。ここジャンプできんじゃん。こいつも一発でしょ。よし、おお、あそこのハートのかけら取ろう。ジャンプ、ハートのかけらを手に入れた。アイテム確認できる。この先タルタルコーチ、え、タルタルコーチに来ちゃったよ。豚がいるな。左がゴポンガ沼、タマランチ山、
あそこ行けそうだな。これ岩持てないとちょっと話にならんよな。家がある、行ってみよう。ダンペイの小屋。おめえ何しに来ただ。まだ準備中だから入ってきちゃダメだで。はい、わかりました。ここはダンペイの小屋すぐそば。この辺タルタルコーチ。ここにフクロウがいるね。風の魚は魚にあらず、風を呼ぶか呼ぶが鳥にもあらず。よくわからん。なんだ、何やつ、怪しいことだ、皆の者出会え。うわ、いっぱいいる。ちょっと待って、ちょっと待って、降りよす、ここは。オッケー。なに、えい、ワンワンを狙ってきたが、さては、お主、ワンワンの主、マダムニャンニャンの放った資格であろう返り討ちじゃ。え、ちょっと待って。おおお、聞かない。あ、これか、なるほど。体当たりを誘発するんだね。で、当たったところを攻撃。あと1回くらいで倒せるかな、多分。だいたい3ターンくらいあればそうだよね、倒せるよね。これあれかな、妖精のちっちゃいやつかな。これ回復するね。瓶があれば捕まえられるんじゃないか。あ、ワンワンがいる、怖えな。ワンワンを救出した。近くで見るとやっぱり怖い。そうだよね、同じこと思うよね。連れてってんだけど。え、このワンワン、そのマダムニャンニャンにお返しする。でもワンワンなんかに使った気がするんだよね。このままちょっと行きますか。で、沼が、あれ、物騒なやつを連れとるの。次なるセイレーンの楽器はゴポンガの沼、忘れるなよ。あれ、ダンペイさんがいる。この島を旅しているだが、じゃあちょっと頼みがある。オラはこの島の遺跡を調査しているダンベ。おめえの用事が一段落ついたら、この先にあるオラの小屋に来てほしい。いや、俺の用事って何？俺にもよくわからん。タバールの森に出てきちゃったよ。け、ワンワン攻撃してくれんのこれ。ここ掘れ、バウバウ。いや、掘るものを持ってないんだよね。これ取れんな、取ろう。ハートのかけらが4つ揃った。よーし、 OK。 ゲー、あ、何怒ってった。ワンワンが攻撃する。ちょっと待って、こっちじゃなくて先にそのなんとかの間にゲー倒した、回収してこう。ワンワン強え。そのなんとかの沼に行きたいんだよね。でもさ、これこの隙間から行ける？こいつは重い。いけないんだけど。なんだ、どっちだ。森をちょっと食い殺されてんだけど。げっ、強え。これこっち側とかどうなってたんだっけ。あ、特に行ってないな。右ゴポンガ沼、下不思議の森で、ここなんか家があるからちょっと寄ってみよう。人がいる。僕は文通が趣味のナイスなおじさんライト。でも一度も返事が返ってこない、悲しいな。そんな怪しい人にはあれだろ、返さないだろ。じゃあちょっとこっちへ行ってみましょう。ゲッ。ワンワンが食い殺してる。電話があるね、ちょっと電話で聞いてみる。こんなとこまで電話線つながってんだ。
コポンガの沼に咲いとる花、これがワンワンの大好物。散歩するなら寄ってみちゃどうだい。なるほど、やっぱワンワンを連れてけってことだな。危険、ワンワン以外立ち入り禁止。え、どういうこと。行けワンワン、出てきた時じゃないとダメ。おお、食った食った食った。なるほど、行けワンワン。おお、あれ、この花もなんか、ちょっと待って、倒せる。おお、食った、すげえ。ちょっと待って、あの宝箱を回収したい。ワンワン頼む、これ盾構えてて意味ある。行けワンワン完全一口だな。金か、まあいいや、50円は結構でかいからね。で、あとあっちの入り口か。ワンワンが邪魔でした、ピラニアが。よし、食え。これダメージ当たったんだけど、めっちゃ食ってる。ということで、じゃあ壺の洞窟に来ましたので、ワンワンいねえじゃねえかよ今回はここで終了したいと思います。ワンワン外で待ってんのか、じゃあ繋いでんのかな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。